やっとでございます。ようやく通常営業に戻れそうなのでございます。お腹の痛みもなくなり、お通じもいつも通りでございます。このドビーメのお尻の秘密の部屋から立派なバジリスクが出てきたのでございます。嬉しいです。嬉しすぎます。嬉しすぎてステーキを食べます。こちら誕生日プレゼントにいただいたフィレステーキでございます。室温に戻してから崩れないように縛って塩コショウ、当たり前のことを当たり前にこなすことこそ素晴らしい人生の秘訣なのでございます。アルバス、パーシバル、ウルフリック、ブライアン、当たり前ダンブルドーでございます。またわけのわからないことを言ってしまった。ドビーは悪い子、ドビーは悪い子、ドビーは悪い子。久々のステーキに自分を抑えられなかったので自分にお仕置きをしたのでございます。そしてこの焼き目やばすぎます。やばすぎて西鉄バスになります。もちろんステーキソースは醤油にみりん、おろしにんにくに白だしで、あっという間に完成でございます。この間にステーキも休ませて完璧なミディアムに仕上げます。お許しください。まだ普通の白飯ではステーキ丼に踏み切れない、このドビーメの優柔不断さをお許しください。盲腸はもう超痛いのでございます。このドビーメの腸の秘密の部屋はもう二度と開かないでほしいのでございます。ハリーポッター、なんたる光栄でございましょう。久々に嗅いだニンニクとステーキの香り、涙なしには語れないのでございます。うずらの卵ではなく普通の卵の卵黄、これはもう賢者の石でございます。マジでめちゃくちゃうまそうやんけ。うまいです。うますぎます。うますぎて馬になります。おいウソップ、船から降りなさい。